皆さんこんにちは。今回の動画はゆるゆるく最新248話を紹介していきます。前回のあらすじを見なくても良い方は下の概要欄に最新話の内容までウェブリンクを貼っておきますので、ぜひご利用ください。この動画を最後まで見て思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の247話ではマンシャインシティ、ナギとレオのシーンからスタート。ナギとレオは今回の最終セレクションともに第3戦目で結果を残し、第2回目の年俸ランキングにて高額査定をもらっていましたが、第6戦目以降結果を残すことはできず減俸。しかも2回連続で。ナギとしては総額マイナス4500万、レオとしては総額マイナス600万。金額のボーダー的に両者の代表入りは濃厚かなと思いますが、もし最終戦でも結果を残すことができなかったらまた減俸。そのためナギとレオは変わろうという決断。そして前回の注目ポイント、両者は変わるためレオがナギに何か提案をしようとしたところで、ナギとレオのシーンが終了。一体レオはナギにどんな提案をするのか、何か良い案が思いついた方ぜひコメントをお待ちしております。主としてはアギが言っていたように、今度はレオがナギにサッカーを教える。基本はナギが攻撃パターンを考え、再現性可能なプレーができるように今までとは違う形でレオをサポート。第3戦終了後に言っていたナギの最終セレクションでの目標、年俸3億、現状厳しくなってしまいましたが、一体最終戦にてどんな活躍をするのか注目。場面は変わり、最終戦に向けてバスワードが作戦会議。ノア曰く、最終戦はいくつかのオプションを持ったスタイルで挑む模様。このノアの発言から、バスワードも最終戦で無限交代制を使用する機会が増加すると予想。キヨラと五十嵐の練習風景にわざわざノアを描いていたので、五十嵐も最終戦で出場する可能性あり。ちなみに五十嵐としては、最終戦にて出場できさえすれば今回のプロジェクトに参加した目的は達成。現時点で限りなく代表入りは厳しい状態となっていますが、もし出場した際にはどんな活躍をするのか注目。そしてバスワードの作戦会議終了後、ブルーロック総指揮官であるエゴジンパチが登場。最終戦に挑むバスワードの選手に対してエゴが金言を送る。エゴの登場によりバスターズの選手がモチベーションアップしたところで、前回の247話は終了しました。ゴールデンポイントでは本日のメイン最新248話を紹介していきます。最新話の方では上記の動画にて取り上げましたが、前回の247話、最後のページの内容からバスターズ対パリエクト人戦が開幕することになっていたため、両チームのスタメンが判明しました。まずはバスターズのスタメンから。バスターズとしては今回のフランス戦、上記のようなスタメンとなっていました。なおイタリア戦同様 4-4-2 というフォーメーション。フォワードカイザー国神、ミッドフィルダーグリム潔、メスライチ、ディフェンダーキオラ・ビルケンシュトック、メンサーヒより、ゴールキーパーグガマル。イタリア戦からの変更点としては両サイドバックが変わっている。今回のフランス戦から現在3600万という評価を戻っているキミヤではなく、ここまで未出場であるキオラをサイドバックで起用。また現在3400万という評価をもらっているクロノではなく、イタリア戦にて初出場かつワンアシストという活躍をしたヒオリをサイドバックで起用。なお清浦、ヒオリ共に今回のフランス戦が最終セレクション初スタメンとなります。マスターであるノアとしては、今回のフランス戦は状況に応じてメンバーチェンジを積極的に行うと宣言。そのため連続でのスタメンを逃してしまった雪宮クロナ、またここまで日常に終わっている五十嵐ネル、一体どんな状況でノアはベンチメンバーを起用するのか注目。ちなみに主が気になった点、ここまで潔をサポートしているクロナ、またイタリア戦からバローのような形ではありますが、潔をサポートしている雪宮、共にフランス戦からベンチスタートであるため、潔としてはどんな攻め方で最終ラインまでボールを運んでいくのか。日和に関してはイタリア戦の内容からフランス戦は潔のサポート確定、イタリア戦の終盤戦で見せた形で潔と一緒にゴールを狙いに行かず。しかし今回のフランス戦にて初スタメンを勝ち取ったキオラ、まだ潔をサポートするということは判明していないので、試合中どんなプレーをするのか注目。
続いてパリエクスジェンのスタメン。パリエクスジェンとしては今回のドイツ戦上記のようなスタメンとなっていました。フォワード指導凛、ミッドフィルダーシャルル七瀬、剣時光カラス、ディフェンダーチャパヤバンミシュラン、ゴールキーパールノアール。スペイン戦からの変更点としてはフォーメーション、スペイン戦後にマスターロキが宣言していた通り指導と凛の2トップ、また2トップにしたことでスペイン戦にて指導と一緒に準出場した剣とカラスも今回のドイツ戦スタメンで起用。今回のドイツ戦から指導と凛を同じピッチで起用。以前指導と凛は3次セレクションの際に同じピッチでプレーをしていましたが相性が全く良くなく、まだ一度も化学反応を起こすことができていません。ただし今回のドイツ戦同じピッチに立つ指導と凛はどんなプレーを見せてくれるのか、もし指導と凛の化学反応が実現できた際には日本代表でも指導と凛の2トップが見れ、試合の方もパリエクス陣がバスターズに勝利し全勝優勝する可能性あり。しかしもし指導と凛の化学反応が実現できなかった際には日本代表にて指導と凛の2トップは見れない、かつ年俸額やランキングの順位的に指導の代表入りはほぼ確定でありますが、アンダー20戦の時のように指導は別のチームでプレー、日本代表ではなく違う国の代表選手になったりとか。なおここからは少し最新話の補足。同時に行われますが対戦順が決定。全敗対決となる FC バルチャ対マンシャンシティ戦が第9戦目、全勝対決となるバスタード対パリエクスジェンが第10戦目。バスタード国神がエゴの下で大切に飼育されている。今までこのような描写がなかったのでフランス戦にて国神の活躍を期待しても良い。個人的には今後国神と指導の絡みが見てみたい。2セレクションにて国神は指導のチームに敗戦し脱落ですが、ワイルドカードという救済措置により国神は最終セレクションから復活。現在の国神を見て指導はどんなことを思うのか。そして最終話の冒頭にて FIFA の会長が登場。最終セレクション後の激アツなストーリーを期待しても良い。以上、今回はブルーロック最新248話を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。